はい、超久しぶりのひじき集ゲームアンソロジー第何弾になるんでしょうか。忘れてしまいました。多分ねテロップで出ると思いますけども、とりあえず1996年の任天堂64の発売まで来たんですが、それとね同じ年にこちらのねゲームボーイポケットも発売となりました。ということでね、ゲームボーイポケットなぜこんなものが登場してきたんでしょうかっていう感じもしますけど、まあいわゆるポケットモンスターなんですよね。まあポケモンの登場に合わせたようにポケットというものが登場してきました。このねゲームボーイポケットは横井軍平さんのね任天堂の最後のハードウェアとなっていますんでね、まあこちらかなり売れました。まあポケモン効果もありましたし、何よりもねコンパクトなんですよ。でちなみにゲームボーイポケットに合わせて登場したのがこちらモグラーニャです。モグラーニャ知ってるでしょうか。同じ発売日なんですよね。まあゲームボーイポケットのねローンチを援護するためではないと思いますけど、新作ソフトですよね。新規タイトルになりますけど、これちなみにね個人的におすすめなんですよね。まあアクションパズルゲームかなと思います。でこの中開けるとですね、やはりローンチということもありまして、ご覧のようにゲームボーイポケットのねチラシというものが入ってますね。ポケットに入るぞということで、そんなイラストもあったりとか、原寸大サイズのね、ゲームボーイポケットの写真がありますね。まあいかに小さく軽くなったかをアピールしています。空張りもあるぜ、そしてアクセサリーもね新しくなりますよという感じのものを提示してありますね。ということでせっかくなんでモグラーニャ久しぶりにやってみようかなと思います。メーカーは任天堂、ジャンルはアクションパズルかなと思います。発売日は7月21日、3900円ですね。基本的にはですねモグラなんでこの土の中潜りますね、このようにね。で地下も土の中も同じような地形になってます。だから通れないところは通れませんし、通れるところは通れる。で中で土の中で移動した分ちゃんと地上もねそのエリアが反映されています。で地上ではこのように敵がいますんで、この黒いなんだろう弾ころで敵を倒すと、倒さないと次に進めないんですよね。でこのままだとこのボールって向こう側に持っていけないんですよ。で、あ、ここじゃない。ここでようやくこの潜る意味が出てくるんですね。潜って、向こう側にモグラを持っていって、この玉っころをこっちに持ってこないと、実は移動できないというね。そういったギミックというかパズルなんですね、やっぱりね。で、ここで敵をブシュッと倒す。まあそういった流れになって、倉庫場みたいな感じですね、ちょっとね、似てるのは。で、これ、ボスがいるんですよね、ボスがね。で、ボスを、倒すということになってます。ステージの最終の方にね、ご覧のように、ボスがいます。で、これも一応、ここでもね、潜れないんですよね。2箇所しか、あの黒いというか穴ですね。穴で、下に潜れますけど、潜ったところでどうにもなりません。この針で、このカンガルーを、干潮すると。干潮か知らんけど、刺すと。ここだ!ペシッと。ドゥーンとね。確かね、3回やると死ぬんですが、なんかね、急に、また弾打ってきますんで、避けます。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 またジャンプし始めますんで、そうしたらまた針を置くと。あら、間違った。ここだ!よし!ブスッと。まあ、針2個ありますんでね。で、ライフがなくなったが確かね、この穴に潜るとあるんですよ。いかん。また撃ってくると。避けろ。あ、しゃった。早すぎた。逃げろ。よし。いけるか。これで。よーし、チャンス。えい。あ、しゃった。戻しちゃった。よし、よし。あ、刺さった。まあ、こんな感じでね。最後、ボスをクリアして、次のステージに行くと。いった流れになってます。だから、パズルとアクションがね、融合してます。なかなか楽しいですね。
あ、ちなみに 3DS のバーチャルコンソールでも配信中です。まもなく終わってしまいますんでね、実機バージョン買わないという人にとっては 3DS バーチャルコンソールが最後の砦になるでしょうか。もしかしたらスイッチオンラインでもね出るかもしれませんね。来たら試しにやってみてほしいかなと思う。結構名作だと個人的には思ってるんですけど、あんまりね知られていないというモグラーニャです。モグラーニャで、モグラーニャ先やっちゃいましたけど、1996年の最大のねトピックはポケットモンスターの誕生ですよ。ちなみに初週は11万本からスタートしました。11万本の売り上げです。少ないっすよね。そりゃそうです、新規タイトルですから。最終的にはなんと822万本というね、どんだけ初動率が低いんだというぐらいに、いかに口コミで広がっていったかがわかると思います。まあ4種類出てますからね、まあそういったのもプラスの要素があったと思いますけども、なんとねこのソフト、もともとはねカプセルモンスターとしてナムコに持ち込まれていたなんていう話もありますよ。まあナムコはね超巨大コンテンツを失ったのかなとも思います。もともとねこの開発会社とナムコってクインティーあたりでつながってましたんで、まあそういった流れなのかなと思ったんですが、とりあえずその時はボツを食らいました。とりあえず最初はね3種類で出そうとしてたんですが、まあ確か宮本さんあたりがねアドバイスをして、最初は2色でいこうということで、赤と緑でローンチといったことになります。当時はゲームボーイ市場、携帯ゲーム機市場は冬の時代、95、96、97年はゲームボーイソフト年間50本前後です。特に96年は40本と最小になってましたね。まあそんな中ポケモンが登場するわけですが、当然冷え切った市場ですのでね、先ほど言った通り11万本からの門出となりましたね。これがね、まあ徐々に口コミですね、やっぱりね広がっていくわけですよ。そしてまあメディアミックスの先駆けでもないのかな、先駆けでもないけどもうまくいった例として、まあコロコロコミックス、コミックスじゃないかコロコロですね、月刊誌でまあ取り上げられたりとか、ちょうどコロコロ限定のね青バージョンなんていうのも登場したりとかして、まあ何よりも口コミでした。当時ネットありましたけど、子供がネットやるわけでもないので口コミです、これはすごいぞと。あとはやっぱりね交換とか、ポケモンって結局赤と緑で一色だけ持っててもね揃わないんですよ。今も受け継がれている伝統ですけども、なので友達となんかこうやらないとコンプリートできないということもありました。やっぱここですごいなって思ったのは、まあ普通交換するとね自分に合ったものってなくなっちゃうのは普通なんですけど、デジタルのポケモンなんで残しておくという選択肢もあったと思うんですよ。でもあえてコピーではなく移動ということにしたことによって、まあね昔の、昆虫採集みたいな感じになったりとか、まあ自分だけの図鑑を作ろうというね、あとは何とかして交換していこうという、まあそういったところから口コミっていうのがねガンガン広がってたと思いますよ、96年。だからアニメが始まった頃には結構ブームになってました。でまあ後押しっていうのかな、プッシュしたのがやっぱりアニメですよね。アニメによってさらに、あ、ポケモンなんていうコンテンツがあるんだということでね、さらにヒートアップしていく要因にもなったと思います。まあいずれにしてもね、ここすごく重要なポイントだと思うんですよ。まあ携帯ゲーム機市場はっきり言ってこのまま沈んでいく感じでしたよね。あの次世代機戦争の旋風にも巻き込まれ、で何よりももうなんかこのちっちゃな画面ゲームボーイでやることないんじゃないかというところまで追い込まれて、市場そのものがなくなりそうになってたんですよ。まあそんなものをね復活させるという、まさにモンスター級のソフト、ポケットモンスターが1996年に誕生したというのは
本当にこれはね、ただ単に任天堂を救ったというよりも、救っただけではなくて、携帯ゲーム機市場ね、そのものを復活させたという、非常にモンスター級のソフトだったんですよね。いや、これはね、出たか出ないかで偉い差ですよ。さらに通信機能。今までね、あんまり大したことに使われてなかったというか、それは言い過ぎかもしれません。あの、二人対戦とか四人対戦とかね、ありましたんで、まあ、違う画面でプレイできるというメリットがありましたし、ただ、それだけだったものが、こういったね、通信してポケットモンスターを交換したりとか、うん、あとは対戦したりね、することがまたね、話題になって、ケーブルも売れるし、ね、こう初めて、ようやくこう、通信というものがね、生きてきたハードになります。ゲームボーイポケットも実はあの通信コネクタ排除しようっていう動きもあったんですよ。ところがね、このポケモンの大ブームで急遽、あの、やっぱりそれは、つけようということになったというぐらいに、影響力のあるソフトになってますよ。で、今に至る、ポケモンの歴史を見ればね、まあ、ナムコ本当にどうした？いや、でもこれ、もしナムコが持ってった場合ね、どうでしょう。もしかしたらこのブランドを維持できていたかは微妙かもしれません。歴史でこう、イフを言うのは難しいんですけど、ナムコがね、ポケモンをリリースしたとて、もしかしたら、早期に、ブランドをね、使い尽くしちゃったかもしれません。その辺はわかりませんけども、よくね、任天堂と、なんだろう、株式会社ポケモンを作って、この株式会社ポケモンを作ったのが岩田さんですよね。おそらく任天堂に来て最初の仕事が、株式会社ポケモンの立ち上げ。まあ、なんでしょうね、ブランディングを維持するために、あとはいろんなね、版権なんかを一括して管理するために、そのような組織を作ったと思うんですけど、いや、本当に今に至るまで、すごいですよ。で、よく考えると、この手のゲームって、海外ではあんまり流行らなそうですよね。うん。特に、まあ出た当時はいいんですけど、ずーっと今に至るまで、この単性ですよ。要するに、JRPG の筆頭ですよね。が、今に至るまで、ずっと、海外でも売れてるっていうのは、驚異的。JRPG にかなりこう、どうでしょうね。海外から見ると、なんだあれは、という時代もありましたし、まあそういった中で、ポケモンだけは別という、なぜかこうね、海外でも受け入れられるという、まあそのブランディング力というんでしょうか。非常に、いやー、ポケモン、本当にモンスターだなと思いますよ。そんなソフトがね、1996年に誕生しました。ちなみに、自分は少し経ってからプレイしましたね。ローンチでは買ってません。まあなんかソフトが出たなっていうぐらいでした、本当に。だから世間の認識と大体一致してます。あれ、なんか、盛り上がってきたなっていうのがあって、どんなに面白いんだろうと思って買ったんですが、正直、最初のステージっていうか、草に出たぐらいで飽きてしまいました。もともとね、自分 RPG、このコマンド式 RPG があんまり得意じゃないというのもあって、まあ、すぐに投げてしまったというか、ごめんなさい。あんまり、なんか集めたりするの、なんだろうね。昆虫採集みたいなのをやりましたけど、ゲームでやる必要あんのかなみたいなのがあって時代の流れに乗れませんでした。ごめんなさいといった感じですけどね。はい、まあそんなこんなでポケットモンスターとりあえず1996年に出たんですよ。さあそろそろねポケモンの話は置いて、あともう一本何やってたかなっていうのを思い出しました。あのね、64のソフトが全然出なくて、結局ウェーブレースもすぐには買わなかったんですよね。あんまりこう、ジェットスキーよくわかんなかったし、で、なんかないかなって言った時に、ゲームボーイでパネポンが出るっていうことでね。うん。パネポンってサテラビューで出会ってから超好きで、
ついに携帯ゲーム機でパネフォンができるっていうことで、あの1996年10月26日3000円ですよ。あ、ちなみにこれもね 3DS バーチャルコンソールでありますけど、出ましたんで買いましたよ。まあ、パネポンはパネポンですね。ヨッシーにキャラクターが変わってるだけで、まあシステムそのものは変わってません。まあこれが携帯機でできるっていうことで非常にね、個人的には満足の一品でした。なのでスイッチ版をね個人的には出してほしいと思っているんですが、まあ今のところね出ませんけども、まあヨッシーのパネポン出ましたよ。これね結構遊びました。で、通信ケーブルを使って対戦もできたりとかしてね。まあ当時対戦はしませんでしたけど、まあ一人でちまちまこう消していたかなといった気はします。まあ3000円というね、なかなかお安い値段でゲットできましたし、いいソフトだと思います。まあ今はね、あえてこのヨッシー版を買う必要があるのかと言われれば、微妙かなと思います。なので、なんとも言えませんが、まあ、ヨッシーのパネポンというものをね、当時ハマっていたなぁと、改めてやってみると。まあ、当時ね、ゲームボーイポケットでプレイしてたと思います。だから、幾分、初代でやるよりは、マシだったと思いますけど、それでも、なんとなくね、見づらいなと思いながらプレイしていたと思いますが、携帯できるっていうのがね、大きかったですよ。うん、どこでもできる。で、ちょうどね、本当にポケットに入るゲームボーイポケットが出たんで、まあ、すごくはないですけど、持ち歩いてプレイしていたかなっていうのがね、今、喋ってて、蘇ってきました。ちなみにゲームボーイポケットはね、ブラックを買いましたね、最初はね。まあ、そんなの思い出です。なんだかんだムチムチ喋ってたらこんな時間になっちゃったね。ということで、はい、そろそろね、1996年の携帯ゲーム機、ひじき種ゲームアンソロジーでしたけども、次回はね、いよいよ1997年、64の方を見ていきたいと思います。なかなかゲームが出ない64なんですが、ようやくね、久しぶりにワクワクするソフト、痺れちゃうソフトですよ。スターフォックス64の登場ですね。ここでも実は、任天堂 VS ソニーが火花を散らします。ということで次回は64。ではまた。